アレクサンダー・クリストフは、ノルウェー、オスロ出身の自転車競技選手。2010年、BMC レーシングチームに移籍。2012年、チームカチューシャに移籍。ロンドン五輪、個人ロードでは、追走集団でのスプリントを制し、銅メダルを獲得した。2013年、ツールドスイス第5ステージにて、上りスプリント制して、ワールドツアー初勝利を挙げた。2014年、 ミラーのサンレモニテ小集団でのスプリントを制して、大金星を挙げ、ノルウェー人初の大会優勝者となった。続くツールドフランスでも2勝し、グランツールでは、初勝利となる。そして、バッテンフォールサイクラシックスでも勝利を勝ち取り、今シーズン世界最多の14勝目を飾った。2015年、ロンドファン・フラーンデレンでは、初のノルウェー人大会制覇者となり、 GP 西フランスプルエイも制することで昨年よりも多い今シーズン世界最多の20勝目を飾った。2017年ヨーロッパ選手権ロードレースにて優勝。2018年 UAE チームエミレーツに移籍。ツールドフランス最終ステージにて4年ぶりのツールでの勝利を獲得。2020年ツールドフランス第1ステージにて集団スプリントを制し2年ぶりに ツールで勝利を挙げ、自身初めて、マイオジョーヌを着用した。ありがとうございます。